さて、それでは読みます。イエーイ、僕の話だね。でも、なんでなの？あなたは一人だった時に何も起こらなかったと言ったわ。でも変じゃない？僕たちがすでにこの場でしていることと矛盾しているじゃないか。何もかも矛盾していないか。でも、今思うと、君たちの間で何も起こらなかったのは確かに変だ。もしかして君は何かされたけど怖くて話せなかったのかい？怖い？なんでそんなこと考えたの？僕は君が見逃したものを持ち出しただけさ。今証明するよ。そして僕たち全員で理解すべきだ。わかったぞ。彼の写真ですね、これは。ユウは私たちが何か見逃していると言っている。でもそれは一体何なのかしら。理解できるようにもう一度議論を最初から聞いてみましょう。アウトオブタイム。この議論は非常に長い時間かかった。モノソックはこれ以上許してはくれないと思う。ああ、君たちはどこにも行けないね。僕は先に進んで、今ここで君たちを全員殺すかもしれないよ。私ってこんなに議論が下手なの？これで終わりじゃないわ。まずいな、ここで決めなきゃダメか。あ、これだ。それには同意するわ。これか。情報が矛盾しているってことに同意すればよかったんですね。あなたと彼の間には何も起こらなかった。確かにそれでおしまいのようね。何が？何も起こらなかったという事実自体が奇妙なのよ。ネイトを襲った以上、彼が男好きであることはすでに証明されているわ。あ、そうか。ネイト君を襲ったっていうことは男性であるはずの。男性か、あの子。あ、確かにそうね。どうしてそれを見逃していたのかしら。この5分間ぐらい、僕はその質問を自問自答してきたんだ。私たちはおそらくそれを無視してしまったのね。彼の年齢のせいで。僕たちは彼の言うことを聞いていなかったんだね。いえ、まあそうですが、いえ、私の主張はありません。
リュウとネイトの間には大きな年齢差があります。だから私たちは考えていませんでした。特に彼は未成年なので。これもしかして大学生の設定か。リュウがアルティメットミナーどういうことだ。だとは知らなかったぜ。彼女は18歳未満の人のことを話しているの。今私はあなたがどれほど愚かであるかについてユウの側に立ち始めているわ。だけどそれは一体どういう意味だ。あいつは背の高い人間が好みってことなのか。それはアバがすでに答えを出してくれていると思うわ。あ、未成年って意味なのか。あれミナーって。彼が優に何もしようとしなかったのは彼がまだ未成年だからよ。それを理解するのにちょっと時間がかかっちゃったんだよね。あんなにうるさくしていたのならなんですぐ私たちに教えてくれなかったの、ブラザー。僕の年齢のせいでみんな僕の話を聞くのが好きじゃないからね。だから僕はそれを回避する創造的な態度を取っただけだよ。さあ兄弟たち、私たちはみんな話を聞いていたでしょ。いいや、聞かなかった。少なくとも俺は聞いてない。おい、へん。父。ええ、フライは耳を貸さなかったと思うわ。私はどうも思ってないけど。同じく。私も同じです。もちろん私も。彼は私の悪夢の中に現れるの。わかったわ。多分これが最善のアプローチだったのね。彼にもっと優しくして。こんな嫌がらせは子供の人格に非常に悪い影響を与える可能性があるわ。それもな。ママ、応援ありがとう。私はまだあなたのお母さんじゃないわ。でもどういたしまして、まだまだっていうか、私はお母さんじゃないのか、かな。おそらく回答を18歳以上の男性に絞り込ませたいかためよ。その通り、僕は年上の男性だけを追いかけるの。僕は君は僕を怪物だと思っていたの。僕は確かに犯罪者かもしれないけど、それでもある程度の基準はあるんだよね。犯罪を認めたということになるわよ。何がイチャつくっていう意味だったけど、何の話なの。君はおバカなの。
バカなこと言わないで、犯罪って言ったでしょ。いいよ、完全に無害なイチャイチャ。うん、あなたには無理だと思うわ。で、どうなの？今すぐ何か答えを出せるの？それが君の答えなら正式に僕に提示して。でもその前にもう少し話し合ってもいいと思うの。なんでだ？俺にとってはかなり固い答えのように感じるけど。とはいえ何か物足りない気がするの。私はただここを去りたいだけなの。こんな気持ち悪いところ、こんな気持ち悪い話他に誰もしたくないでしょ。ペンキを塗り直せばこの場所を活気づけることができると僕は確信しているんだ。ちょっと僕の美しいインテリアデザインを台無しにしないで。荒らすつもりじゃないんだよ。この場所を明るくしたいだけなんだ。そして全ての幽霊を取り除けたらきっと気分が良くなるだろうぜ。僕の幽霊は取り除かない。それらを購入するのは非常に高価だったんだから。ゴーストってもしかしてあれか、モノソックの分身みたいなことを言ってるのか。もしかして。チェリーはなんでこんなにモテるの？他の誰も出てきて殴られたことについて何も言わなかったのに。彼女はモノソックとの一対一のアイデアを持ち出した人だったけど、彼女が彼と何か衝突があったことを教えていないのかも。でもなんで彼女は何も言わないのかしら。へへへへへ。あの気持ち悪いやつのせいかしら。多分。だから彼女は自分に何か起こったと言いたいのだけど、あいつが邪魔をしているのね。その場合モノソックは男だけじゃなく、彼も好きになる。あなたは何を意味するか知ってるはずです。ハングマンズギャンビットの時間です。ハングマンズギャンビット。でもこれは慣れ親しんでるハングズマンギャンビットとは異なり、実際やや楽しみに作られています。どういうこと？ルールは簡単です。正しい文字を持っている敵を撃つと次の文字に進みます。英語でアナグラムやるっていうのむず。でも間違った文字を打って敵を撃つと攻撃されてしまいます。敵が文字を全く持ってないときはいつでも自由に破壊してください。そしてもう一つ、まさか手紙が来なくて困っているとやがてボスの敵が現れます。難しい戦いになるかもしれませんが、ボスは常に正しい文字を持っているので後から進めることもできます。
そして忘れないでください。物事が忙しすぎる場合はいつでもフォーカスを使用して時間を遅くできます。それでは楽しんで。どういうことだ。ええ、シューティングゲーム5文字か。ギャラガかな。危な、危な。なんだ5文字。ボス戦に行ってみようかな。あげー、残機5機か。危な、真後ろから向ってきた。 G がたくさんあるな。僕ら撃ってみるか。 G 行けましたね。開いた。横からはきついよ。開いた。G、これで何ができるんだ。グリードとかじゃなさそうだしな。あ、ボスだ。開いた。あ、当たっちゃった。よし、はい。G?G?G?W かな。違う。いた。めっちゃくちゃきついな、弾幕。あ。ある。違う。これだ。ギルス。つまり女の子、ガール。だから彼は女の子にも夢中なの。でもチェリーを関与させずにこれをグループに提出するにはどうすればいいのかしら。ああ、なるほど。女の子に夢中だからあれだ、あのチェリーの話を遮っちゃうって言いたいのか。そんなことあんな難しいミニゲームで。何か一つのアイデアが思い浮かんだわ。それを機能させるにはチェリーが私をサポートさせてしてくれる信頼がある必要があるわ。どうしようかしら。このままじゃ話が進まないわ。ねえみんな、私はあなたたちに言いたいことがあるの。何なのジェーン。モノソックは女の子が好きだと思うの。彼は、彼も私を殴ってきたの。あ、なんだって。俺はそんなことを聞いたことがないぞ。それはあなたを慰めなければならなかったからよ。ちょっと変なタイミングで話すことになっちゃったけど、それだけよ。お前が同じ仲間だって知っていたら、俺は慰められるって立場を一人で独占したりしなかったよ。ここを出たら好きなだけ背中を叩いてくれ。ありがとう。でも、いいえ、ありがとう。違う。ありがとう、いいえ、でもいいの。父、私も同じ意見よ。あなたがこれをもっと早く話題に持ち出さなかったのは変よ。なんでこんなに長い間待ってたの。今まで私は別のことを考えていたからよ。だから待った方がいいと思っていたの。あなたが私を信じないならチェリーがそれが起こるのを見ていたはずよ。チェリー、私をバックアップしてくれるわよね。なるほど。
はい、できます。私の心を動かしやすくしてくれました。ああ、神よ、感謝します。彼女は実際、嘘をつくのはそれほど得意ではなさそうですね。ジェーン、君もモノソックに惹かれたんだね。で、自分の経験をどのように評価して？私が話を聞いたところ、あなたのスケッチブックは、あなたの納付区画まで、あなたのアートを汚したって聞いたわ。読めないわ。それは本当に？持って帰って。僕は君を殴った覚えがないんだけどな。ま、君が僕のようにプレイヤーだったら、君が浮気した人を忘れ、浮気、違うな。まあ、僕の、君が僕のように遊び人だったら、浮気した人を忘れるのも当然だよね。なんてこった。そんな情熱的な子だったのか。でも、私たちの答えは18歳以上すべての人だったはずよ。私たちはついにそこまでたどり着くことができたよね。他に何があるかわかりません。私たちはそれ以外に何の証拠を持っていないんですから。よし。これでかなり議論が進んだんじゃない？彼が両方向が好みだとは思いもしなかったわ。どうしたの、ネイト？俺、悩んでることがあるんだよ。私は何かを見逃したのかしら。そんなの見当たらないように思うけど。でも、ネイトの直感は信じられる。彼が何を理解するのに苦しんでいるのかわからないとしても。みんな、議論をもう一回してもいい？何かを見逃しているんじゃないかと思うわ。わかったわ。今、あなたが議論を牽引しているもんね。モギ、お願い。ネイトとジェーンは、この議論を理解するのに大きな助けになったの。それは本当だね。彼女がいなかったら、18歳以上っていう条件を手に入れることはできなかったと思う。だから、彼女が望んでいるんなら話し合うべきだと思うよ。他に何が残っているんでしょうか？私たちに何ができるんでしょうか？この試練が終わるのでしょうか？私たちは未だここで立ち往生しています。わかったわよ。それで何がそんなに疑わしいの？本当に思い出せない。でも議論を始めたら思い出せるかもしれないわ。いいと思うぞ。何か
ディスカッションのテーマはあるか？これまでのことについて話し合ってみましょう。それは何かもたらすはずよ。その場合は開始する必要があるわね。モリーのしつこい言い方はイライラするけど、私もこっからさっさと出たいと思ってるわ。ちょっと、私に同意するとしたら侮辱しなくてもいいじゃない。よし、もう一回議論が必要みたいね。何かを逃したら私たちの運命は決まる。だからそうならないように気をつけましょう。さあ、これがラストかな。また翻訳します。